とりあえずホッとしました、はい、嬉しいよりもホッとしたっていうところが大きいです、はい、とりあえずあの周りの人たちにあのお待たせしましたっていうところが、はい、強いですかね、はい、まあ、3プレーで、働いているんですけれども、そこの、まあ、代表の宮畑会長をはじめのスタッフの方々ですとか、会員の方々もやっぱり応援してくれてたんですけど、まあ、どうしても2位という結果が3回続いたので、うん、そのたびにちょっと気使わせたところもあったんで、とりあえずいい報告ができて、はい、よかったなと思います。まあ、もともとジャパンオープンからあの東京までの2週間で 2キロくらいは絞るっていう予定で、進めてたので、まあ、とりあえずあの予定通り、特に変えることを変えたか、夜ご飯食べたぐらいですかね、お米、夜食べてなかったんですけど、お米そこにプラスした減量食でちょっとだけ動く量を増やしたぐらいですかね。それで大体マイナス 2.5 ぐらいで、はい、今日出てますね。いや、もうずっとあれですけど、小心者なんで、いつ出てもみんなすげえなと思ってます。ばっか横気になっちゃって、はい、審査員と 目合わないじゃないですか、見てないのかなとか、そういうところがもういっぱいあったんで、はい、もうね、あれですね、ピックアップでも40何番とかって4が出ると、ビクビクしてましたね。はい、とりあえず東京までっていうイメージでずっと減量っていうか、まあ、今年入ってやってきたんで、とりあえずもう今日ここで一旦気持ちは切って、で1週間ぐらいのんびりして考えようかなってところですね。はい、大体ことですか、どうなんでしょうね。まあ、まあ、でもそうですね、自分なんかはそんなに優勝とかそこまでこだわってないんですね。で、まあ、とりあえずトレーニングが好きでここまでやってきて、でそのまんまあれよあれよという前にここの位置まで来たんで、まあ、そんなに皆さんの肩肘張らずにですね、うん、まず好きなことをやって、でそこから考えたらいいんじゃないかな。そうですね、あんまりこうなんかコンテスト減量、まあ、バルクアップとかもそういうこと考えずに、まあ、自分のペースでですねやりたいようにやって、でちょっと必要だなと思ったら、まあ、減量するなり、うん、なんかこう苦手な部分をこう強化するなり考えて、最初からもうパーフェクトを目指さないことが一番大事かなと思います。はい。